ありがとう。はい。遅れました。遅れました。はい。いや遅れた。ベロベロです。いや最後めっちゃ飲みましたね。酔いました。本当に。酔いました。めっちゃ出す。酒がまだある以上。はい。アリスさん。アロエ飲みます。はい。アロエ飲みます。アロエ？はい。俺レモンがいいです。僕も。はい。レモンがいいです。はい。じゃあ半分こにしましょう。いや酔いました。いやみんなベロベロですね、今日。そうなんだ。ちょっと僕のお姫はちょっと多分死んでると思うんですけど、あれきたイエーイだから言う通りますけれども、いや、リアさん真ん中でいいやつ。いやいやしゃあなしな。こんばんは。こんばんは、皆様。なんで俺の顔ってこんなにかっこいいんだろう。あ、映り悪いね、でも今日画質が今日なんかでかいよね。でかいね、今日頭も顔も。俺の顔が長いから。何これ。ああだいたいどんぐりやらじゃあどんぐりコロコロどんぐりこお池にはまってさ大変路上が。まあでもね、そんなねイケメン集団リアーズで今日はお送りしようかなと。2週にわたってディアンズが枠を取ったんで、先週は周年があったんで幹部全員揃って出させていただいたんですけど、今回は周年来ていただいてありがとうございますっていう気持ちと、お花とかもめちゃくちゃ、そうですね、めっちゃ何十期36期30ちょい出ましたよね。はい、もう本当でもすごかったですね。周年本当に来ていただいた皆様ありがとうございました。一緒に飲もうや。飲みましょう。そんなになんですよ、本当に皆様ちょっとねびっくりするかと思うんですけど、まあとりあえず営業終わりということで、はい、本日もお疲れ様でした。お疲れちゃーん。お疲れ様でした。いやー今日の営業もすごかった。もう楽しかったですね。あとあと俺に語らせる時間ちょうだい。あ、いいよ。1分で、1分 PR で1分じゃない、1人ずつ1分言う。もうこの際この今で30分あるでしょ。はい、5分で前半で、あ、後半じゃあ20分かいきましょうか。すげえしらけるぜ。まあとりあえず自分の今の気持ち語ろうよ。うん、オッケー。じゃあ俺落ちて、じゃあリュウさんから今の気持ちを。あ、間違えました。俺からいきます。なんだそれ。お前俺からいきます。言ったってマジで今日結構飲んだんですよ。結構って多分姫たちがイメージする飲んだの上で飲んだんですよ。ちなみにここも全員飲みましたね。特にこの2人はもうつきっきりの、もう本当にバリ飲んでくれました。バリクソ飲みましたね。ホストクラブのエンターテインメント越した勢いで飲んでくれました。ホストクラブで飲んでくれる、あ、グイグイよしこいね、そのレベルじゃないです。もうそういうレベルじゃなかった。レベルじゃないです。超えてましたね。じゃないよね。匂わせは超えた。匂わせは超えてます。宮めこだったね。宮めこです。宮めこです。これは宮めこ超えたぐらいで今日ミクルは飲んだよね。多分歌舞伎町に新時代を築いたぐらいの飲み方をしてくれた。じゃあ俺と宮めこは匂わせを超えてんのか超えてないかアンケート取る？アンケート取る？あ、出ますもんね、アンケート。じゃあ、でかくすると耳でかくなるよね。でかっ！モンキーやばい、なんかなんかさ、お猿さんの西遊記の孫悟空ですか？孫悟空の。でもそんなことで、とりあえず周年もありがたく皆様のおかげで迎えられたし、まあこれからもユナイテッドディアーズ頑張っていきましょう。そして SPL 頑張っていきましょうということで、SPL 東京の好きにやっちゃっていきなりのみんな一回シンボルにしたよね。いやー、今日は本当に酔っ払った。なんか久々になんかオープンから暇だったじゃないですか今日。うん、オープンから暇で、で後半混み始めて、そっからがマジで地獄だった。地獄なのかな。ありがたいし、酒を飲ませてもらえて本当にびっくりしたのは楽しかった。お酒いいね。ワンケをめちゃくそどの宅でも降ろされたあの日々、うん、そして僕淡麗飲めないんですよ。ビールが飲めないんですけど、ビールを飲まされて酔っ払った。飲めないお酒ある？実際飲めないお酒はテキーラとかイヤーとか。俺テキーラも無理だし。ビール系はね、一杯で酔える。一杯で酔えるじゃん。俺も酔ったんだって。それでマジできつかった。シャンパンも酔える。シャンパンきついね。一回のシャンコの飲む時で酔えるかな。ショットはなんか上がるっていうより下がる。テキーラボールとか家がコカボムは上がるけど、ゴールドタランチュラは下がる。テキーラダメっすか？ダメっす僕。レアさんテキーラ大丈夫なんですか？大好きっすね。大好きが分かんないわ。テキーラっていうよりは味方みたいな。味方っすね。確かに。いや全然分かんない。味方が分かんないし、リアさんもちょっと困ってたけど、まあまあまあ味方っすね。じゃあいつかの味方は誰なの？でもショットした時に思うからね。ショットした時に思うから。ごめんなさい、いちかはめっちゃ酔っ払ってます。でも今日本当にめっちゃ本当に酔っ払ったね。今日はびっくりした。酔っ払った。お客様酔っ払ってましたね。お客様ベロベロでしたね。本当飲みすぎてカロリー減るんじゃないかなと思ったからね。あれは酔ったね本当に。頼み受ける。ああ酒がうまい。酒がうまい。アナル舐めるとああなるって。あ、なるほど。それ気づくの誰？意外に痛い。痛い？そういうの痛いな。それはやめよう。痛い。俺この発言言いたいかった。確かに言いたいかった。いや落ちるやろね。こちら頑張ったんで。やっぱね、やっぱお酒をいくら飲んでも全然前立腺まあ避けれないって話ですよね。そういうことですね。分かってますね。アナルは避けれないってこと。避けれない。でも俺ウォシュレットめっちゃ好きなんだよ。だからなんか最近なんかウォシュレットやりすぎてなんかケツが好きなの。びっくり。あ、めっちゃ好きなの俺。ウォシュレットめっちゃ好きで。めっちゃ僕も一緒っす。一緒っすか？いいとこ当てたらめっちゃブリブリじゃない。一回水をお腹に入れたいっす。ああ、これ多分視聴者の皆さんは多分分かんないと思うんですけど、宇宙人みたいな。マジでグダグダだわこれ。確かに。いやでもほんのでも全然置いといていくよ俺は。いいよこれで。今月ねもう髪がめっちゃあって、ホワイトデーもあって周年もあって、まあお姫からしたらなんか煽られるイベントかもしんなかったと思うんですけど、でめっちゃなんか今月水準がかなり上がってるんですよ。ナンバーの今暫定来来ナンバー2。でもやっぱりなんかお姫の力なくしては僕らは成り立たないなっていうのは常に思いますね、ここは。周年の時にいちかがね、かっこよかったっすね。かっこよくていつもかっこいいけど、いつもかっこいいけど本当にめちゃくちゃ感動して、俺本当にホストクラブでなんだろう、悔しくて泣いたのは2回あって、バースデー 前回のバースデーと、あとまあもう1個あったんだけど、でも今回マジで泣けてきて本当に感動して、いちかの席で号泣して、本当にその時のお姫にねちょっとね迷惑をかけてしまったんだけど、俺も泣いてしまったから。マジでその時ね、ちょうどりゅうやさんが抜けてて、でここの3人だったんですけど、マジで泣けてきて、本当に感動して。確かになんかその話をしてもらって、なんかちょっと俺も感動系で、ちょっとじゃあ締めさせていただきます。締めちゃう。なんかその周年の日にやっぱり姫に対してさ、煽ったらさ、俺は今日周年じゃん、執念なんだよねって、これは執念で言ってるんだよねって、でクリスタル入れてくれてたら、お姫がね、やっぱ耳で悲鳴を僕も悲鳴を耳がキャーって最近悲鳴伸びるよね。悲鳴髪伸びましたね。髪伸びましたね。悲鳴なんか今日もなんか今の色いいっすね。今の色ちょうどいいっすわ。結構なんか落ち着けて、オチがないから困っとるんじゃんね。ツバッとなんだけどただやめて、売れなくなっちゃう。ごめんね本当に。下のやつによく言っとく。下のやつあれいつか今のはやられた。そういうやつだ。いつかそういうやつだ。よかった。危ねえ、救ってくれるけど、俺らがいつかを滑らせてるんだけどね。これはごめんね本当に。これが空気を読むっていうホストの力だよね本当に。よかったよかった。救われてよかった。でも今月ももう終わり間近なりましたけど、ナンバーがね。なんか役職だけにはナンバーが通知されてるわけじゃないですか、売り上げが。はい、ラララライ大丈夫ですか。大丈夫だよ、全然大丈夫だよね本当にね。締め日にガッツンとどっかんだもんね本当ね。いつもそうだからね。終わりといえばまあちゃんちゃん、まあちゃん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 ニューイヤー。はい、25日にねバースデーがあるんで、日曜日です今週の。まだ歯黄色いやん。いやいやいや黙るなって。来年の歯はいいんで、はい本当にいちかくんにはナンバー1回もなんか抜かしたことないんで。いや俺もだし。いや抜かした1回だけ。1回っすか。まああるカットあるんですよ、僕は。ここは歌舞伎町ですからね。そんなナンバーいやナンバー大事でしょ。いや俺マジでリアさんがリアーズに来てからマジで俺ゴミのように扱ってきたし、ずっと煽ってきた。シャンパンおろしたら絶対リアさんに「いつになって俺に勝つんですか、しょうもな」ずっと言ってきた。一回勝てそうかなと思った時に勝てなかった。すげえマジで悔しかったですね。あその時僕だけ負けた時。そうそうそう僕だけ12万差で負けたのに。そうあれ悔しかった。いやでも本当にりゅうやさんにはなんて言うんだろう、勝ちたいっていう気持ちが誰よりも強かった自信はある。常にそうなんか潰しに来る感じがすげえ好きですね。そうめっちゃ潰しに来てた常に。なんか全然陰湿でもないし、もう堂々と言ってくる感じがすげえ。シャンパン入れたら絶対煽った。お土産俺も欲しい。ただあの人すげえ強いんですよ本当に。いやいちかは本当に俺も勝てねえ。本当に勝てねえ。本当に勝てない。お土産。だって今も言ったら官房さん抜く主任エグゼクティブプレイヤーじゃないですか。いいよね。ここは仲いいかもしれないですよ。プライベートでもあるしとか。りゅうやさんはプライベート謎すぎて。でも誘ってくださいよ。いやだってなんかたまに山登り誘われる。あそう山登りか写真撮るか一緒に行きましょうや。でも山見ると一番先に思い出すのはりゅうやさん。あ間違いない。だから最近なんかイエス・キリストの言葉で信じること心は山をも動かす。確かにそれはつまり山へっていうことで。んこがついてるやつ、大体女1.5ミクロです。ラファエル、ラファエル、いやーびっくりした本当に。もうね、何言ってね、確かになんか笑った時の自分の小鼻とほうれい線にびっくりした。じゃあここの筋欲しいんだよ。これ確かにこれすごくない？まっすぐどこ？ここ？エクボじゃないですか？じゃあこのライどんぐりすぎん？そもそもどんぐりすぎん。ライライ顔ちっちゃ。マジでその紹介新人ぐらいすごい。ライライよ。でもキャリアで言ったら竜也さんが一番長い。竜也さん一番長いですね。長いですね。 SP ゲンズグループから。そうですよね。5年ぐらいですよね今。いや6年、8年ぐらいですね。8年だよ、8年。やばくない？今18歳から。え、やば、思春期から。やばいね。レインボーイさんとより上ですね。思春期からがすべて。レインボーイの方が先輩ですね。やば、すごないそれって。8年だよ。もう8年もすぐるいしたことあるかってお前らが。逆にすごない？確かに。だってライ何年くらい？俺今4年半ぐらい。SPL がそう、このグループが大阪からですからね。大阪からで4年半で、まあ辞めてる時期とか考えたら、まあ4年ぐらいかな。辞めたことあったんですか？一回ちょっと大阪に逃げたんですよ、東京来た時に。知らん。俺らちょうど俺といちかが同期で今2年ちょいだから。そうなんだね。よく似てるっていうのは平成ジャンプの知念。あ、そういう年じゃない。知念ではない。どういうね？知念ではない。ああ、そういうことね。何年って言われたら。ああ、なるほど。でもすごいね、竜也さんと髪の長さ一緒ぐらい。ライライ。でも拾わないよ。全然いた？いちかって。逆に。知念。知念ってなんすか？いや、知念くんでも好きだよ俺。知念有利でしょ。あいつお父さん体操選手だからね。お姉ちゃんがさ、平成ジャンプ好きすぎてノート自分で作ってたから。へえ、毎回見せられる。でもそんくらいなんか疲れたいよね、平成ジャンプキャーキャー言われてんのも。なんか確かに、いや俺らも平成ジャンプだしと思ってるし。確かに平成のジャンプしてる人はあんまりいないですもんね。賭けをジャンプするやつは殺して。いや、それは殺しましょう。賭けジャンプ飛んだやつ、賭けジャンプは殺す。歌舞伎町ですれ違ったらどうする？殺す。賭けジャンプは殺す。俺一回あったんだよね。なんかあんまり賭け飛ばれたことなくて、いやなんか最高額が30万なんですよ、飛ばれた。全然少ないですね。まあ少ないんですけど、そいつとすれ違った時にホストといたんで、声かけるかかけないかめっちゃ迷って。それはかけないが正解。かけないが正解だよね。俺もかけなかったんで。大人怖え。でも LINE も知らないしさ、家行ったろうかなと思ったんだけど、一人になるまで待つかって思うじゃん。そいつひよったから、入金してきたわ、店に。店の口座に。圧だったねあれはね。熱いね。熱盛が出てきてしまいました。申し訳ありません。熱盛。あ、今一瞬で引いたね。俺それを言っていこうと思って。ちょっと俺タバコ吸っていい？いいよ。あ、出してくれ。熱盛、熱盛。いくよ、せーの、熱盛。すいません、熱盛が出てしまいました。すごいね、熱盛。熱盛あるんだね。熱盛出してくれた。スタンプっすか？すごい、熱盛スタンプすごい。熱盛出してくれた。平成ジャンプは匂わせしないからさ。匂わせ超えてんだあいつは。じゃあもうさ、俺もうここで言うわ。みやめことなんか匂わせってめっちゃ言われるんだけど、みやちゃんとは俺高校からの同級生なんだよね。ライライは知らねえよ。俺、みやめこと高校時代のさ、あこちと付き合ってた時にライライ、りょうめこと小一からその時ね、カズキティっていう。あ、言ってたそれ。ミラクルいてんの？ミラクル全然 OK だよ。そう、でもその時のポーズがあるらしくて、カズキティ時代の。じゃあそのポーズまで3、2、1、はい、どうぞ。めっちゃ熱くないこれ。カズキティだよ今。今イチゴミクルじゃないから、カズキティやから。いくよ、せーの、3、2、1、はい、どうぞ。これ絶対プリクルでやってたこれ。ミラクルからのミラクルまで332にはいどうぞ。これミラクルポーズ。結果何してもかっこいい。ちなみにこのミラクル光をミラクルミクルだけど。ミラクル光。ミラクル光ってモノマネ芸人だった。モノマネ芸人だった。ミラクルミクルのこれ希少価値高いんだけど。全部飛んだ。これの名刺マジ欲しい人電話かけて。ね、もう下に LINE 貼ってあると思うんで、まあ LINE してきてくれた人には昔のね、もうかれこれ8年前ですかね、8年前の名刺を、うん、マジでやばい、これです。ラーメンの画像、筋盛りっすか。筋盛りの J ですね。めっちゃ見たい。あげる。もうでもその時からね、ねえのず、いやマジ本気やめて。それはもう本気。それは俺言いたくないから。マジそうもうね、いちかがいちかと、待てよ、ちょっと待て、やばいカズキティ、カズキティの重要なのが高いね。カズキティがあそこカメラか。そう、メインカメラがメインカメラ、これ上のまあ別にアップしてもらえるよ。いいで、一回やろうよ。一回アップください。え、まずさ、それさ、ちょっとさ、1分自己アピールしない？もうこの際いちかからアップしてもらって、こっちのグレーのいちかちゃんから順に1分ずつアップで1分ずつアピールして、で、最後オチはリュウヤさんで OK。 メインカメラね。あ、ちゃんと1分ずつ出れる。うわー、もうここは行こう。1分早く行こう、もう始まってるよ。よいしょ。今日はベラベラなんですけど、ありがとうね。来てくれたお姫がそのまま見てくれたら誰しめ問わずありがとうね。だね。今週のね、日曜日、リュウヤ主任のバースデーがあるから、皆さん来てください。遅れてくる感じが面白い。皆さん来てください。お願いします。1分で長いな。主任のね、バースデーをね、どんな思いでみんなが迎えるか。やっぱ30秒で。それはもう10秒、10秒。3番目。やっぱ10秒で。落ち。皆さんバースデー来てください。お願いします。落ち、いちごさんで。ちゃんとやって。はい、準備だよ。時間振り返したね。マジかよ。ちゃんと俺まず入ってないよ。はい痛い。なんで痛いですか。はい、お疲れでーす。デブとブッサババアが大好き。デブとブッサババアとちゃんリュウヤです。山が大好きリュウヤです。父の山、あ、すいません。まあ最後ね、それがデネブアルタイルベーガーのとこがさ、それが最後、まあイケメンいちごもいくね。それがデネブババブーススクショタイムなんで。でやっぱあらはっきりかっこいいな。そんなこんなでね、あと5分しかないみたいなんで、リュウヤさん今月リュウヤ主任バースデー、本当にバースデーは何日なの？ 25日。そうなんだ。そうなんだ。どうする？出勤する？なんやねん。もう俺有給使おうかな。釈迦デース出勤してほしいですわ。とりあえずその25日、みんな。そうですね。私いらないの？でもイッチーもいる。あ、本当に？ありがとう。いいね、そんで僕レギュラーですよ。まあ言ったけどさ、レギュラーって毎日来ることのこと言うんだからマジで。気持ちじゃないですか、レギュラーって。気持ちの問題ですよね。気持ちはレギュラーって思ったらレギュラー。レギュラーってあれじゃないですか、このことじゃないですか、レギュラーって。西川君、あれ違うんだ、巻き込まれた。でもなんだかんだで本当に仲良くしてくれるのはリュウヤさんだなって思う。なんかほんとずーっと本当にずーっとそういい店っすね。本当にお客様がいいから、お客様すごいいいし、リュウヤさんのすごいな本当に。リュウヤさんって俺新人教育とかマジ一切しないのに、リュウヤさんはなんか全部ちゃんとしてる。なんだろうな、なんか抜け目がない。抜け目がないじゃん。なんか俺本当になんかリュウヤさんのとこがなさすぎてカメラが欲しい。確かに。確かによかった、助けてくれてありがとう。なんで俺なんか俺今のは違う、今のは違う、確かにじゃない。でも本当にでもリュウさんレギュラーでしょ。リュウさん8年間レギュラーだわ。レギュラーでしたっけ。レギュラーでしたっけ。レギュラーですね。レギュラーです。そういう人です。リュウいい店っすね、本当に。でもみんな仲良しですもんね、うちの店。本当にそんなこんなでね。カズキティはレギュラーですか。カズキティ、カズキティでいいですか。シフトっすか。シフトレギュラーです。カズキティシフトです。一瞬潜在写真これで撮る。本当にもう本当お客様いなすぎて、最近化粧もヘアメも終わらしてオープンミーティングから出る俺マジですごいと思う。俺本当に自分で自分を褒めたいもんで。めっちゃ偉いんだけど、そのためにわざわざライライに報告してくれる。かわいいでしょ。かわいい。今日のミクル偉くないみたいな。オープンからだよ。でもね、そんなオープンから毎日リュウさんは同伴だろうがなんだろうがミーティングちゃんと出てて、そんなリュウさんのバースデーがね、はい、ちゃんと締めお願いします。はい、25日日曜日、今週末ですね。はい、リュウさんのバースデーイベント、みんなメインカメラで風鈴会館でお待ちしておりますので、イエイ、みんな金持って集合。やっちゃった。町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田でーす。よろしくお願いします。なんで僕が言う。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからフライデー。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。